愛知県道461号犬山自然公園線の起点付近犬山室が大割パークウェイは愛知県犬山市の東部を通る道路である。かつては愛知県道路公社が管理する有料道路であったが2008年6月20日に無料開放された。全線が愛知県道461号犬山自然公園線に含まれている。延長7 7トル。 愛知県道路公社が管理する有料道路であったが2008年6月20日より無料開放され愛知県に移管。料金収受時間は6時から22時まで。料金所に ETC は設置されていなかった。原動機付き自転車及び自転車も通行が可能であるが構造は高速道路に近く危険を伴う可能性がある。 犬山駅とリトルワールドを結ぶ岐阜のり合い自動車のバスがこの道路の犬山インターチェンジ、今井インターチェンジを通るが、路線上にバス停留所はない。かつては犬山 IC と清水インターチェンジの間に犬山料金所が今井インターチェンジに今井料金所が存在した。無料開放直前である2008年6月19日時点の通行料金は下記の通り。 愛知県道461号犬山、自然公園線に関するカテゴリー、ありがとうございます。